はい、みなさんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、今日は仕事に行けました。うん、でもね、ちょっと帰りがねすごい遅くなっちゃって、なんかミーティングとかいろいろ、なんか思ったよりも帰りが、なんかね、同期から聞いた話はね、結構早めに帰れますよなんて、終わったらすぐ帰れますよなんて聞いてたから、ああそうなんだ、すぐ帰れるんだ、やったーと思ってたんだけど、どうやらうちのセンターはみんな意識が高いらしくて、なんかミーティングはするわ、なんかみんな残ってなんかするわで、ちょっと早く帰れる感じじゃなさそうです、私がいるセンターは。なのでちょっと早く帰るの難しいかなって今思ってます。早く帰りたいんだけどね、慣れてもね無理だと思う。なんかね、その人はね12時ぐらいには帰れますよとか言って言ってたんだけど、全然無理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 、2時で早い、2時に帰るので早い、あ今日早かったな終わったのっていう感じですね。12時なんて帰れないよ、もう無理だよだからまあね、普通の仕事人の人に比べたらね、2時で帰れるだけまだまだマシというかね、まだ早く帰れる方だと思って、まあ我慢して、まあ仕事をしないとなって思います。今日のお供はですね、これです、これです、午後の紅茶熊本県産いちごティーです。はい、ちょっと飲んでみますね。おいしい。はいちごの味の方がすごいするから、いちごの水みたいなあんまりティー感ないな。あー、最初にティー感あるけど、後味はほぼほぼもういちごの甘みで、いちごジュース、後味は。これ近くのドラッグストアに売ってたので、ちょっと買ってみました。ね、こういうネタもね、必要かなと思って、安くなってたんですよ。80何円になってて、もう、105円とか、もうそんな次元は買えない。無理。もうなんかないかなって言って、100円以下じゃないともうね選ばない。あ、これネタにしようって選ばない。そう、ということでこれも100円以下だったので、ちょっとしかもね、いちごティーっていうことでネタにしようかなと思ってこれ選びました。はい、ちょっと喉乾いちゃったから飲んでいい？おいしい。そう、
それで今日またマネージャーにちょっと不安なんですっていうこととか、また相談いろいろして、うん、でこうでこうで、ですごいちょっと不安でっていう、もう家に帰っても不安で不安でみたいな話をしてたんですけど、うん、マネージャー曰く、私が思ってるほどできてなくはない、できてなくはないよって、できてるよって、私が思ってるほどちゃんとできてるよって、うん、言ってくれました。うん、見ててももう安心感もあるし、まあ道に関してはね、まあこれからまあ行けば覚えていくだろうし、地図もだいぶ読めるようになってきたからっていう話で、うん、だからうん、ちょっと続けられるかなって不安だったんだけど、でも正直ね、今日のミーティングはね、うん、やめたいなって思っちゃった。うん、なんか、このミーティングちょっと必要あんのかなとかちょっと思っちゃったりとかして、まああるんだろうけれども、あるからやってるんだろうけれども、ちょっと、ああ私こういうのちょっとだるいな、嫌だなって思ってしまいました。はい、すいません。そういうとこ良くないよね。うん。もっと謙虚に行かなきゃいけないよね。うん。そうだね。何でもそうだね。早く帰れないからとかブーブー言ってないでね。まだ2時に帰れるだけマシって思うとかね。そうなんだよね。もう文句ったれなんだよね、私。本当に。文句ったれのくせにさ、不安とか言っててさ、わけわかんないよね。本当に参っちゃう。もう、本当に。文句は垂れるくせに不安、文句も不満も不安も垂れるっていうね、どっちかにしてほしいよね。文句垂れるんだったらもう仕事しっかりピチッとしろって感じだし、不安垂れるんだったら文句言うな、文句言える立場じゃないだろうって感じだし、うん、ちょっとダメですね、私ね。うん、なんかもうそういうとこが良くないな。うん、もっと謙虚に生きなきゃいけないな。もうだから鬱になっちゃうのかな。もう関係ないかな、わかんないけど。鬱だからこうなっちゃうのかもな、なのかもなのかもだし、ちょっとよくわかんないな。まあね、でもちょっと仕事はもうちょっとね、慣れるまで頑張りたいなとは思うんですけど、まあその不安っていうのがいつ襲ってくるかわからないし、まあ新型うつっていうこともあるし、ちょっと気合は入れたいとは思いますけど、うん、まだまだ不安材料はありますね。うん、まあとりあえず明日明後日行ったらお休みなので、はい、なんとか頑張りたいと思います。うん、最後にね、これね、もう一回宣伝しとこう。午後の紅茶、熊本県産いちごティー。美味しいよ。本当に美味しいよ。うん。私は好きです。うん。
おすすめです。これはリピするかって言われたら、あったらリピします。うん。でもね、すぐなくなっちゃうの。だからね、次行った時に会ったらリピします。うん。はい、というわけで今日も動画を見てくださりどうもありがとうございます。はい。今日もね、いろいろコメントとかもいただいてありがとうございました。そしてね、徐々になんですけれども、登録者数が本当にちょこっとずつ増えてるかなっていう気がします。はい。なので、もっと登録者を増やしたいので、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、拡散、ぜひともよろしくお願いします。本当にね、仲間をどんどん増やして、はい、もう私の夢である質問コーナーとかもね、やりたいので、はい、いろんな質問こう、じゃんじゃかもらってね、質問に答えるとか やりたかったりとか、あとはね、うつで苦しんでる人を少しでも私が力になれたら、いいなと思うので、はい、ぜひとも拡散よろしくお願いします。はい、というわけで今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いできたらと思います。それではバイバイ。